なんかどちらがよろしいですか。すいません、ちょっとギリギリになってしまって申し訳ございません。はい、まず私、瀬戸健太郎、総括2年です。このところ、商品ではなくアクティビティで楽しみながらゼロウェイスト宣言の考え方やこれも考えられてますか。まあ、台数があればその、はい、企画書とか皆さん作れるんですけれども、実際でも作ったものが高がそのツアー作ってるショップっていうところがあって、そこをメインの僕らで紹介したいと思います。ターゲットスペース、ここからレンマルカフェっていうおでんこん、バタ屋さんに行っておやつで、ゼラと食べようと。生産者の声とかもね、このお宝に来るお客様は非常にそれで、この歩くのが10分、20分、30分歩いてるんですけど、途中でちょっと見ても不思議ものがあるんですとかっていうことでもない。ありませんけれども、まあ、ナルトが頭につく、まあ、サウンドです。それからあの金時で言えばですね、ナルトの隣はあの松、そういうところでビオトープみたいなところでそのレンコンの塩、はい、で、設定の海の内装等が、写真映えのするコンテンツ、湯山箱でアフタヌーンティーを行うという設定の方なんですけれども、まずする飲み物とかそういうものを、まあ、飲み比べを湯山箱にお菓子を詰めたりだとか、今あれなんですけど、うん、道覚寺さんに出してもらう、うん、行わせていただくっていう感じに、うん、そう、こちら側でやるとうん、何をするか確定はしてないんですけど、次に地棚の下でアフタヌーンティーっていうのがちょっとあまりあのイメージがわからなかった、ね、普段からお茶出してるのでちゃんとしたお茶も出せると思うんですけど、上入れ体制とかですね、そんなものを考えながらどういう感じに映るのかっていうののイメージできないということですよね。これなんか動画ちょっと見るところっていうので発表の中でもやっぱりそういった人はツアーにこれがなっていくので、全体の旅行代金っていう、子供たちのお弁当箱に作ってたので、もともとは安いも、これも実際にお菓子をちょっと入れてこう簡単な湯山箱、そう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 、完全教育目的ですね。そういうところに向けて今回のプランが、各大学から1名様募集しております。で、受けたいということで今回のインターンシップで連携してくださいんですけれども、僕が連絡忘れてました、すいません、僕が連絡忘れてました。